オーレオやデビルサイクロン、飲み込まれた魂は悪魔の住む世界に転生するという悪魔的な吸引力で全てを飲み込むサイクロンやん。こいつらドラゴンエンペラーズはかっこいいけどぶっちゃけハズレガチャやよな。かっこよさに惹かれてガチャ回して後悔した人は多いはずや。お前らみたいな最悪なガチャ軍団は俺デビルサイクロンのシールドで攻撃を耐えてメッタメタのボッコボコにしたるわ。いくぞー。うおー、デビデビアタック。あー、ドラゴン最高。1.9 万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。猫マシーンと桃太郎どっちの方が強い？猫マシーンの方が強い。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。狂乱のバトル猫、ニャンコ軍団を裏切って爆発的な体力と破壊的な攻撃力を手に入れたバトル猫や。なんか今日は戦国時代のニャンコが攻めてきてるらしいねん。まあ戦乱が起きてた時代のニャンコは戦い慣れしてるかもせえへんけど、絶対俺の方が強いから現代ニャンコの力見せつけて戦国時代に返したるわ。俺は飛脚猫、取り扱い厳重注意の大事な荷物を運送中で昔ながらの荷物運びを重んじる職人肌の猫や。おい狂乱のバトル猫、なんかお前現代ニャンコの力見せつけるとか言ってたけど、王道振り回して攻撃とか原始人やん。何現代にゃんこぶってんの。は？調子乗ったこと言ってんなよ飛脚猫。お前現代では荷物はトラックが運んでるんやぞ、この昔にゃんこめ。いや木もチェーンソーが切ってるがな。うるさいわ。おーい飛脚猫、助けに来たぞ。俺は邪神竜の武神伊達政宗。地獄の邪気により闇に染まったにゃんこ盾で豪華をまとった猛回転が敵を切り込む戦国武将や。俺が裏切り者を排除したるわ。うわ、また戦国時代の昔キャラが出てきた。邪眼竜の武神伊達政宗にも現代にゃんこの俺狂乱のバトル猫が現代の凄さを見せつけたるわ。このかっこいい斧を見ろ。いや斧は戦国時代にもあるで。てか戦国時代より前からあるで。ワンチャン縄文時代からあるで。うるさいわ。この斧は最新型なんや。新機能がいっぱいあるんや。ああそうなんや。どんな新機能あんの。へえ新機能は新機能。クソなんもないわ、普通の斧や。いや普通の斧なんかい。嘘でもいいからなんか新機能言っとけよ。もうええわ、お前らムカつくからボコボコにしたるわ。行くぞー。うおー、俺の斧が最強や。あーめっちゃ悔しい。チャンネル登録高評価よろしく。俺は破壊生物クオリネン。地球を破壊する目的だけに送り込まれた超破壊生命体のはずが、手違いで月に降り立ち、クレーターを作り続ける毎日を過ごすデカめのクリオネや。なんか、俺らワンコ軍団の中に古代な奴らがおるらしいねん。そいつらは俺らエイリアンより強いらしいねんけど、絶対俺らエイリアンの方が強いから、今日はそれを証明してやるわ。出た、来光の女神シリウスや。こいつは最近ニャンコ軍団に入ったキャラで、まあまあ厄介な能力持ってるけど、俺エイリアンの破壊生物クオリネンにかかれば余裕で倒せるんや。いくぞ。うおー、古代よりエイリアンや。あーやられた。誰かこいつを倒してくれ。あとは俺ら古代属性なキャラに任しとき。俺は土偶戦士ドグマル。埴輪だと思われているが実は土偶で、偶然そばに落ちていた馬土偶の下半身を間違ってくっつけられた不遇の戦士や。なんか破壊生物クオリネンとかいうエイリアン野郎が古代な俺らよりエイリアンの方が強いとか言ってたけど、絶対古代な俺らの方が強いからなあニャンコ軍団。あんま調子乗んな土偶戦士ドグマル。ワンコ軍団のエイリアンも古代のやつらも全然大したことないねん。ニャンコ軍団が最強やねん。はあ、ほんまニャンコ軍団のニャンコは勘違い集団やな。狂乱のゴム猫にゴム猫、猫カンカンに猫半魚人。このメンバーじゃ俺土偶戦士ドグマルは絶対倒されへんからな。まあ今日はお前らニャンコ軍団に俺ら古代なキャラの強さを体で教えてやるわ。おーいみんな助けに来たぞ。俺は竜騎士皇帝バルス。いかなる獰猛な竜も支配する竜騎士を携え、幾千ものドラゴン軍団を率いる伝説の竜騎士や。なあ土偶戦士ドグマル、お前って埴輪なん、それとも土偶なん。てか埴輪と土偶の違いってなんなん。だから俺は土偶やって。土偶と埴輪は全く別物やねんよ。まず土偶は縄文時代に魔除け、豊作、子孫繁栄を願うために作られたもので、埴輪は古墳時代に作られ、古墳で見つかったことから葬式関連の道具やと言われてるねん。ほら全く別物やろ。いやめっちゃ勉強になったねんけど。ありがとう土偶戦士ドグマル。おい、竜騎士皇帝バルス、助けに来たよ。私は来光の女神シリウス。同じ志を持つ者たちと共にフルパワーで巨悪を成敗する、世界が進むべき正しい道を照らす光の女神だよ。おい、土偶戦士ドグマル、あなたみたいなニャンコ軍団に歯向かう悪党は、私来光の女神シリウスの攻撃でめっためたのボッコボコにしてやるんだから。いや、攻めてきてるのニャンコ軍団側やろ。どちらかといえばお前らの方が悪党や。俺らワンコ軍団は自分たちのステージを防衛してるだけやから。何言い訳してるの、土偶戦士ドグマル。さすが悪党ね、ペラペラ息をするように嘘をついちゃって絶対に許さないんだから。いや、嘘ついてるのどっちやねん。来光の女神シリウス、自分たちで作り上げた正義を振りかざしてくるな。まあお前らニャンコ軍団に正義があるなら、俺らワンコ軍団の正義で叩きのめしたるわ。うわー、道具最強。あー、やられた。土偶が縄文時代で埴輪が古墳時代ね。僕は悪魔召喚悟、悪魔契約の代償、闇の心を正義感で抑え込む、世界の救世主を目指して戦う悪魔使いの少年や。僕悪魔召喚悟は必ず悪魔の動きを遅くする能力がある。この力で悪魔みたいなワンコ軍団を壊滅させるで。そんなことできるわけないやろ悪魔召喚悟。俺は悪魔閣下、笑顔で交わされるパワフルな握手と物理的交渉術はめっちゃ強い。魔界で活躍するエリート外交官や。ちなみに好きな相撲の決まり手は悪魔出し投げやで。いや、なんやそのどうでもいい情報。お前悪魔閣下みたいな悪魔シールド持ちや。僕悪魔召喚悟のシールドを破壊する能力でめっためったのボッコボコにしたるわ。行くぞー。ああ、空想が川の川わっぱ、あとは任せた。はーい、任しとき悪魔閣下。俺は川の川わっぱ、自家製ゴーヤと強靭な肉体から繰り出す恐るべき一撃は外では無敵だが、家庭ではカカア殿下で、肩身が狭い山奥の沼に暮らす初体持ちの大妖怪や。多い悪魔召喚悟、お前みたいなやつは俺川の川わっぱの烈波攻撃ですぐあの世に送ったるわ。あ、僕悪魔召喚悟は烈波無効やで。なにそれはえぐいて。おい悪魔召喚悟、助けに来たぞ。俺はグランドルシファー、創造の果実を手にし全ての生命を堕落へと導く、マナの力を奪い天界への反逆を企てる地獄の最高神や。おい川の川わっぱ、お前の手に持ってるゴーヤへし折ったるわ。いや、なんでゴーヤへし折んねん。ゴーヤへし折る前に俺川の川わっぱを倒せよ。まあなんでもええわ。お前ニャンコ軍団に俺川の川わっぱの恐ろしさを見せつけたるわ。行くぞー。うおー、ゴーヤアタック。あー、ゴーヤじゃなくて心折れた。ニャンコ軍団の勝利や。チャンネル登録高評価よろしく。俺は狂乱のキモネコ、ニャンコ軍団を裏切って狂乱となることで波動をマスターしたキモネコや。なんか猫キングドラゴン軍団が調子乗ってるらしいから、俺狂乱のキモネコの波動攻撃でめっためたのボッコボコにしたるわ。なめんなよ狂乱のキモネコ。俺は猫キングドラゴン、単発だけなら攻撃力はピカイチなドラゴン界のエリートまで上り詰めた遠距離型キャラや。お前狂乱のキモネコは基本キャラの中でもコストが4番目、俺猫キングドラゴンは7番目。お前狂乱のキモネコなんか相手にならんのや。いや、調子乗んねよ猫キングドラゴン。コストとか関係ないから、トータルのステータスが大事やから。てかワンコ軍団に入った俺狂乱のキモネコとお前猫キングドラゴンじゃ比べようないから。なんかうるさいなあ。うざすぎやろ猫キングドラゴン。めっためたのボッコボコにしたるわ。いくぞー。うおー、キモキモアタック。あー、空想ドラゴンめ、あとは任せた狂乱の猫と影。はーい、任しとき狂乱のキモネコ。俺は狂乱の猫と影、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることでグラフィックが向上した、単発だけなら攻撃力はピカイチな遠くの敵を攻撃できる遠距離型キャラや。こいつら猫キングドラゴンは俺ら狂乱の猫と影の進化系なんかもしれんけど、全然お前らみたいになりたくない狂乱の猫と影が最強なんや。俺ら猫キングドラゴンはドラゴン、お前ら狂乱の猫と影はトカゲ。まあどっちがかっこいいかは聞かんでもわかるな。なんやその圧倒的自信から来る煽り、バリムカつくやんけ。まあ確かにかっこよさは負けたかもしれん、でも強さは負けてないんや。お前ら猫キングドラゴンをぶっ倒して俺ら狂乱の猫トカゲが最強ってことを証明したるわ。いくぞー。うおー、トカゲアタック。強さも負けました。ドラゴンが最強。いやあ、僕は神様だけど、みんなにゃんこ大戦争は楽しんでくれてるかな。今日はみんなが知りたい僕の生い立ちを語ろうと思ったけど、やめてにゃんこ軍団をめっためたのボッコボコにしていくよ。出た、猫半魚人だ。てか僕神様をなめてるの？にゃんこ軍団。ただの激レアキャラで僕神様を倒せるわけないでしょ。返り討ちにするよ。行くぞ。うおー、神様アタック。ああ、こいつ超激レアでいいでしょう。後からにゃんこ大戦争に参入したくせに調子乗んなよ、殺意のタンク猫。先輩ずらすんな、殺意の猫。ぶっ倒したるわ。行くぞ。殺意のタンク猫、テンションは最高潮でも攻撃力はスズメの涙、野生の本能を解放したタンク猫や。俺殺意のタンク猫を従えるには少々お金がかかるで。何後輩のくせにさっき自己紹介してるねん、殺意のタンク猫。俺は殺意の猫、従えるには少々お金がかかる野生の本能を解放した猫や。うわ、にゃんこ大戦争最弱キャラやん。コストだけクソ高いのにステータスは普通の猫とほぼ変わらん雑魚にゃんこやん。いや、お前だけには言われたくないわ、殺意のタンク猫。お前もコストだけクソ高くてステータスは普通のタンク猫とほぼ変わらんぞこにゃんこやんけ。じゃあ今日は俺がワンコ軍団側、お前殺意のタンク猫がにゃんこ軍団側で直接対決や。おー、やったるわ。いくぞー。よっしゃ、ほな新人の殺意のタンク猫ににゃんこ大戦争の厳しさと俺殺意のワンコの強さを知らしめていくで。てかなんでにゃんこプレイヤーはあんまり俺殺意のワンコを使ってくれへんの？ちょっとコスト高いだけやのに意味がわからんわ。いや、ちょっとどころじゃないわ、殺意の猫。コスト7500と普通にイカれてるやろ、ステータス普通の猫のくせに。はあ、お前もコスト7500やろ、殺意のタンク猫。自分のコストは適正価格ですみたいな言い方してくんなや。どう考えても適正価格やろ。いや、怖、マジで適正価格やと思ってるやつおるやん。どんな神経してんの。でもまあええわ、俺がお前殺意のタンク猫を倒してお前が最弱ってことを証明したるわ。いくぞー。うおー、ぶちのめしたるわ。あー、複数体はずるい。こうなったら俺殺意のワンコも複数体で勝負や。いくぞー。この数やったら負けへんやろ。あー、これは勝てん。殺意のワンコの勝利や。みんな高評価とチャンネル登録よろしく。俺はスペースサイクロン、ブラックホールより生まれし近づくもの全てを崩壊させる恐ろしい宇宙のサイクロンや。なんかアップデートでディオラムスとかいうオムライスが第4形態に進化したらしいけど、所詮はオムライス。俺スペースサイクロンの圧倒的力にオムライスは敗北するんや。いや、オムライスうるさいんじゃスペースサイクロン。俺は大波竜皇帝ディオラムス、万物に宿る世紀を取り込み臨界点を超えた魔竜石から絶対的な破壊力と滅びゆく宿命を授かった大波竜皇帝や。俺大波竜皇帝ディオラムスは必ず天使とエイリアンを吹っ飛ばして移動を遅くする能力を手に入れた。この力でお前スペースサイクロンをぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみるよ大波竜皇帝ディオラムス。お前は所詮ネタキャラ、オムライスって呼ばれてたらええねん。確かに俺大波竜皇帝ディオラムスはオムライスってネタにされ続けてきた。でも今はただのオムライスじゃない、ゴッドオムライスや。いや、神になった。オムライスなんは変わってないけど神になった。まあお前みたいなオムライス野郎はすぐにぶっ倒したるわ。いくぞー。うおー、スペースくるくるアタック。あー、ディオラムス強くなったと思う人は高評価よろしく。僕らエヴァ第13号機&猫が悪魔に対して最強や。新参者が調子乗んなよエヴァ第13号機&猫。俺黒騎士キクロプスが最強や。行くぞー。私は神官魔門。かつて英雄により封じ込められた破壊神を自分の野望に利用しようと企んでいる。各地にレベル封印を行う指導を建造し、魔界征服の野望を持つ邪教の神官や。なんか言えば第13号機&猫と黒騎士キクロプスがどっちが悪魔に強いか勝負するらしいけど、私たち悪魔が負けるわけないやろ。うるさいねん神官魔門。僕らはエヴァ第13号機&猫、エヴァンゲリオンから参戦した新エヴァで怒り言動が登場し戦った機体と猫や。僕らエヴァ第13号機&猫は悪魔にめっぽう強く、たまに小烈波を放つ能力がある。この力で黒騎士キクロプスより先に神官魔門を倒して、このステージをクリアしたるわ。新参者が調子乗んなよエヴァ第13号機&猫。俺は黒騎士キクロプス。この世の悪を全て滅ぼすまで戦い続けることを誓う。己の身を悪魔に捧げ、絶対的な力を得た聖教騎士や。俺黒騎士キクロプスはエヴァ第13号機&猫と同じで悪魔とエイリアンにめっぽう強い能力がある。俺黒騎士キクロプスの方が悪魔にめっぽう強いってことを先に神官魔門を倒して証明したるわ。何私神官魔門を倒せる前提で話してんねん。私神官魔門はめちゃくちゃ防御力が高い悪魔シールドが使える。どうせお前らはシールドブレーカーの能力ないから、この悪魔シールドを破壊できひんやろ。ああ、シールドを破壊するのはにゃんこ研究家に任せてるから大丈夫やで。いや自分らで悪魔シールド破壊しろよ。まあなんかごたごたうるさいけど、そろそろ僕らエヴァ第13号機&猫がこいつ神官魔門を倒したるわ。行くぞー。うおーにゃんエヴァアタック。エヴァ第13号機&猫強い。くそ、先に神官魔門を倒された。俺黒騎士キクロプスも行くぞー。うおーキュクキュクアタック。黒騎士キクロプスも強い。やるやん黒騎士キクロプス。でも今回は僕らエヴァ第13号機&猫の勝ちや。くそ負けてもた。でも次は負けへんからな。チャンネル登録、高評価よろしく。俺はブンブン先生、クマ先生の恩師で体罰を愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や。出た、洗脳されし猫だらぼっちや。確かこいつは渾身の一撃を放ってくる厄介な猫。渾身の一撃を避けながらガンガン倒すで。ってかどんだけ出てくんねんこいつら。絶対神様使ってるやんけ。成功すぎやろ。まあなんでもええわ。俺ブンブン先生の拳を食らえ。行くぞー。うおーブンブンアタック。ああ普通に強いやん。狂乱の肝猫、あとは任せた。はーい任しときブンブン先生。俺は狂乱の肝猫、にゃんこ軍団を裏切り狂乱となることで波動をマスターした遠くの敵を攻撃できる肝猫や。なんかにゃんこ軍団に洗脳されし猫だらぼっちとかいうやつが仲間になったらしいな。どんなやつか知らんけど洗脳されしやつらは気に食わんからぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみろよ狂乱の肝猫。俺は洗脳されし猫だらぼっち、悪の洗脳によって邪神と化した超絶破壊力&強靭な体力を備えた猫神様や。俺洗脳されし猫だらぼっちはたまに渾身の一撃を放つ能力がある。この力で狂乱とかいう洗脳されしより劣ってる奴らをぶっ倒したるわ。ああ何言ってんねん洗脳されし猫だらぼっち。どう考えても洗脳されしより狂乱の方が強いから。てかお前も狂乱の猫だらぼっちと一緒に出撃してるやんけ。狂乱の猫だらぼっちは猫だらぼっち仲間やからええねんな。狂乱の猫だらぼっちそれな洗脳されし猫だらぼっち。正直洗脳されしと狂乱どっちが強いか知らんけど、キモ猫と猫だらぼっちじゃ間違いなく猫だらぼっちが強いからな。あーなめんなよ狂乱の猫だらぼっちと洗脳されし猫だらぼっち。絶対俺狂乱のキモ猫の方がお前ら猫だらぼっちより強いから、俺狂乱のキモ猫の波動攻撃で一掃したるわ。行くぞー。うおーキモキモアタック。ああ洗脳も狂乱も強い。みんなは洗脳と狂乱どっちが好きか高評価とコメントで教えて。俺はワンコ、長崎を守るワンコや。なんかエヴァコラボのキャラが大暴れしてんな。ほんまに勘弁してくれよ。まあでもエヴァコラボのキャラでも弱そうなやつはおるから、弱そうなやつは俺、長崎県のワンコが倒したるわ。出た、猫シンジや。こいつはエヴァのシンジ君の真似をしてるニャンコなんか。まあようわからんけどこいつは真似してるだけのただの猫。俺、長崎県のワンコがぶっ倒したるわ。行くぞー。いや、なんか出てきた。どうなってんの？俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんか、にゃんこ軍団が戦闘機を作ったらしいねん。ほんまに戦闘機作ったんやったらやばすぎるけど、どうせにゃんこのことやから紙で作ったペラペラの紙飛行機やろな。その紙飛行機を奪ってにゃんこの目の前でビリビリに破いたろ。悲しむ顔早く見たいわ。いや、ゴリゴリの戦闘機やないかい。こんなん出てきたら俺が悲しむ顔になってしまうかな。てか、この巨体をどうやって浮かしてるねん。今思ったけど普通に攻撃届かんやんけ。クソがー。行くぞー。ああえぐいてー。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。